ヤガチャガチャンネルは。はい、どうも皆さん、ヤガチャチャというわけでございまして、私ヤガミンことヤガミンハヤテがお送りしておりますワンガンミッドナイト実況プレイ動画でございます。というわけでございましてですね、サイドストーリーガンガンクリアし始めております。さあ今回やってるのは平本の、レースに、今回はですね、目の前に現れた地獄のチューナー北見からですね、預かったインプレッサーをぶん回してくれと言われて、それを走らせるというので、おそらくタイムアタックなんじゃないですかねっていう、レース展開になっていくという物語を一緒に見ていこうとしている最中でございます。めちゃくちゃ速いんじゃないのこの車、もしかして。いやいや、あとあのデカ、何、あのデカール見て、よくあのステッカーみたいに貼ったりですね、ノーマルがいいですよねとか言ったよね。あ、北見も乗ってんだ。これが伝説の北見チューン。バグ車じゃん。ちょっと待って待って待って、パワーがすごすぎてさ、本当の本物だこれは。おお、だってオーバーハンドでドリフト入っちゃうもん。1枚取ってつけたようなレプリカの車。いや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 、スピードに取り憑かれた人間が求める本物の竜。やば、何この車。ちょっと待って待って、いやだからオーバーステアがすげえ、この車2分10秒でいけない、じゃじゃうますぎて。そんなことある。でもここからがっつり直線になってくから、でも直線であと1分で4キロか、きつくねえか、伸ばしきってどうかって感じじゃない。いやいやいや、よく曲がりすぎんのよマジで。今までの車と同じ感覚でコントロールしてたら全然コントロールできないし、トラックもあった。ダメかな。いやすげえよ、俺この車で残りやりたい。もうスペックがなんかね、マジ団地すぎてビビるわ。北見のなんかあれだよね、ずっと要は Z に乗り続けてたからこそ分かる北見チューンの凄さみたいのが、このゲームだからこそなんだろう、再現できてるというか。であれだね、行こうと思ったら行けたぐらいの時間だね。残念だね。というわけでここに関してはサクッとスキップでお送りしたいと思います。あぶねえ、あぶねえ、完全に C ランク。いやでしょうよ、もう納得の C ですよ。じゃじゃうますぎるわ。どうだった？あと100ほどでチューンしてトルク重視にしてもらえば、お金もあってこういう車を楽しむことを知ってる人は3名ほどいます。 OK、 紹介してくれ。どんな希望だって答えられるぜ。とにかくまとまった金が欲しいんだ。それはこの車を直すためですか？まあな。例えばお前なら何を選ぶ？その悪魔の Z が復活するとしたら。 BNR3人、 やはり GTR しかないでしょう。でも俺はもう。さあ、赤ちゃん無理だろ、いくら理屈を並べても。お前はもう見てしまったんだ、悪魔の Z を。お前はまた走り出すしかないんだよ。この男、悪魔の Z をドライブするのはこの男だ。アキオ、助けてやれなかった。だけどもう一度お前と走り出したい、Z。
というわけでね、平本の中には愛するべきの愛する人を守るべきなのかどうなのかと揺れ動いてる葛藤がね、平本視点だからこそ濃く見えるっていういいシーンですね。貯金の400万使っちゃダメか。本当にこれで最後だから。子供が生まれるのよ光一。ごめん、ずっと振り切れてなかったんだ。わかった。でも私はもうついていけない。さようなら。子供は私が一人で実家に帰ります。光一は私たちとの幸せよりも終わりのない走りを取ってしまった。私は弱虫だからこれ以上はついていけないの。Z、修理に出したんですね。ああ、かつてあのボディを作り上げた男のもとへな。ところでもう買ったのか GTR。 ええ、そうか、楽しみだな。そりゃ焼けたオイルの匂い、闇を引き裂くエキゾーストの音、また始まる。本物の竜を手に入れ、悪魔の Z と走るために。さあ、というわけでレース的には3レース目なんだけど、これラストじゃねえだろまだ。いや、やだやだやだ、これがいい。これはどうなるんだろうな。ちょっとまあまあまあ、とりあえずシナリオの赴くままに走ってみるか。いやー、でもね、平本のシナリオの演出は、あの一番かっこいいのはバンナム版のワンガンミッドナイトだね。やっぱり走ってる最中にレース無視してめぐみと平本のシーンの回想が入るっていうのはね、あれだけでやる価値ある。さてさて、後ろからすごい勢いで1台来る。 Z 最近か、原田か。さあ、仕事を辞めてからね、バイトに明け暮れて、とにもかくにも、とにもかくにも自分の車のカスタマイズのことに一生懸命だった原田との対峙。しかしながらそれはただのブロッキングバトル。キャリアが違うんだよ、キャリアが。そうなのよね、速い車ってただただ速いのかっていう、いろんな話題につながってくれるいい回よね。要はもちろんね、速い車っていうのは前を走るポテンシャルがある車だとは思うんだけど、じゃあ速い車が公道最速なのか、速い車が首都高最速なのかっていう、この考え方はね、私の中ですごい好きで、速けりゃいいわけじゃない。それはなんか俺らもその人生のいろんなところで言えることだけど、そういうのもね、湾岸はね、しっかりと教えてくれるんですよ。さあ、というわけでもうなんだかんだで 190m 差ですか、原田くん。残念でしたね。そこまで仕上げたか。よいしょ。さあ、ここに関してはまあまあまあ、でもってことはこれもう一戦やって締めるから、やっぱり4戦目まであるな。平本さん、 R 買ったんですね。驚きましたよ。程度いい中古あったんでな。それにしてもよく仕上げたよな、あの Z31。 だけど気をつけろ、少しドライブがラフだ。
今の状態だとね、原田くんもまた一人のライバルみたいな状態になっておりますね。グリーンを辞めるって本当ですか、平本さん。ああ、子供が生まれたんだよ。俺はこの街を出ようと思う。そして今夜最後の蹴りをつける。それで終わりだ。平本さん、俺も行きます。バカ言うな。最高速の隣がどれほど危険か。俺絶対隣に乗りますよ。だって平本さんが事故るわけないじゃないですか。これが終わったら宮崎に行ってちゃんと二人に会わなきゃいけないのに。さあ最後の条件なんだろう。1位になれじゃねえよな。または途中まで1位になって、途中であれか、踏めなくなるのかな。いやー、平本のシナリオどうやって平本視点描くのかすっごい楽しみ。さーてさーて、いや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 、ちょっとこれは楽しみだな。やっぱね、平本のシナリオってね、分かりやすいんですよね。家族を取るのか自分のやりたいことを取るのかっていう、すごい分かりやすいシナリオだからこそ、多分どういう視点からでも楽しみやすいと思ってるんですよね。原田、もし今夜お前に何かあったとしても悪いけど俺は責任持てないぜ。お前は最高速トライの助手席に乗った。俺にはこれっぽっちの余裕もない。来た、その車はまるで黒星く身をよじるように走るという。わかるやつだけがわかる。同じ匂いを持つ者だけが分かり合える。さあ300キロか。あ、これ2回あるな。絶対2回ある。だから300キロ走ることを目標にしちゃうとしんどいので、まあただ先に300はマークしときたいから、マークしといた状態でスピード維持のアクセルの踏み方をしつつ、メインで行うのはゲージ回復だね。東京湾トンネルからじゃこれだって赤坂まで行かないでしょ。のでここでゲージをできればだが半分ぐらいまで回復させたい。その気持ちも含めて、秋代は事故った、秋代が目の前で事故ったが、それはそれとしてちょっと一回踏むか、さすがに。でここら辺にして、俺は幸せのカードを捨てて終わりのない走りを取ってしまったね。家族と一緒にいる幸せっていうのもあるんだけどね。なんか得た上でそれだけではなんか耐えられない何かがきっとあったんでしょうね。さあというわけで300をマークしたところでブラックバードの合流かな。さあタイムアタックバトル4分。さあ蹴りをつけようぜ。さあさあ伸ばしてく。あれだな、4レースやられちゃうとそれだけで20分超えちゃうな動画な。さてちょっと一回回復域に入ろう。
前の車のペースに合わせてるとエンジンが焼き切れちまう。大丈夫大丈夫、同じスピードのクオリティをもうちょっとだけ深く踏んで、さあ残り15キロが3分、結構異次元的なスピードで要求してきてる気はするけど、さあ秋夫が事故ったことで一回前の状況は変わったかな。でまあまあもうちょっと前側に出していき出していき、ここら辺で一回踏んでいく。300、310ぐらいのところを出して直線の稼げるところで稼いでいく。残り2分半12キロ。変に NPC についてきすぎると NPC が目の前で事故ってそれに巻き込まれるっていう最悪のタイムアタックの展開において最悪の流れもあり得るので、そうならないようにしていく。答えてくれ、Z。さあ1分で5キロ以上回してるので間に合う時間ではある、間に合う時間ではあるが結構ギリギリというか結構瀬戸の際になりそうなので、さあそれぞれの不安とや不安やら思惑が交錯する。さあガンガン前を走ってく。いや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 、まあまあ時間的にはこのまままっすぐ行ってりゃいけるでしょうみたいな感じだな、事故りさえしなければね。アクセルの踏み具合もちょうどいい、しっかりと前に出るための走りができてる。さあ残り1分切ったところで残り4キロ、さあどこで出してどこで抑えるか。さあ微妙にだけアクセルをもう一回踏み直す。さあ残り40秒 2.5 キロ、さあ気づけば少しだけ人差し指が強くなってたみたい。さあって残り30秒 1.3 キロ、これはいったでしょう。さあ残りの時間出せる限り出してあげながら4分間のタイムアタックが今、危ない、3位はやだね、ゴールイン。ですか。さあというわけで平本は宮崎に帰る最後の流れかな。あ、その前の挨拶からやるか。今週いっぱいでやめる？はい、お世話になりました杉田さん。じゃあ宮崎に行くんだ。え、女房と子供はもう向こうなんですよ。
子供にはまだ一度も会ってないんだろう。気が済んだか、北見の作った車と走って。ええ、とりあえず自分自身納得できました。ねえ平本さん、もしあのまま踏んでたらどうだったでしょうかね。もしはないよ。あの時俺はあれ以上踏めなかった。それだけが事実だ。めぐみ。これで本当に納得したかは分からない。遠く遠くに霞んでいく。オーバー300キロ、全てが遠くに霞んでいく。その領域に行くことはもう二度とない。はい、まあちょっとあれかな、これが終わった後に喋ろうかな。先にカードの、さあ、キャラクターファイルステージ3が出てくると、あとは平本のバージョン2。おお、なるほどね。本当にこの平本のセリフって自分の中で、めちゃくちゃ実は人生の糧にしているセリフで、あるじゃない、無理しなくていいよとか、もうやめていいんだよとか、いろんな意見があるんだけど、やめてしまったら霞んでくんだよね、そこにいた場所すら、っていうのをすごい痛感してるやり取りだなっていう風に個人的には思ってます。さあ、というわけでございまして、ちょっと時間いいとこなので、次回またまさき編やっていきたいなという風に思っておりますので、今回はこの辺で。というわけでまた次回動画でお会いしましょう。ここまでの、お相手は私ヤガミンことヤガミハヤテがご案内しました。というわけでまた次回 See you next time, stay tuned. Bye bye.